こんにちは。さあ、今回も様々なプロ野球の都市伝説に迫ってまいりたいと思います。今回は、渋谷のラッパーとしても有名、高木豊氏に来ていただきました。そうです。平陽寺平、よろしくお願いいたします。まずは、中日が優勝すると政変が起きる都市伝説。政壁？高木豊氏の政壁は何でしょう？政壁はごくノーマルです。そうですか、はい、政変が起きるんです。あ、政変ね。大変失礼いたしました。データ的にも高い確率を誇るのが、中日が優勝した年は政変が起こるというもの。これは9度のリーグ優勝のうち8度起こっているということなんですね。1954年吉田茂内閣総辞職、74年田中角栄内閣総辞職、82年中曽根康弘内閣発足、88年竹下登内閣総辞職、99年小渕恵三首が亡くなりました、はい、そして2006年安倍晋三内閣総辞職、2010年菅直人内閣総辞職、そして近年では2011年野田佳彦内閣総辞職ということで、優勝した年から翌年にかけて政変が起こっているということなんです。翌年にかけてでしょ？ その年から翌年。ああ、なるほど。それはあり得るよね。ということはやっぱ中日が俺強いと思ってるから、はい、可能性がなきにしもあらずという。あの、高木、来年、だから来年から再来年にかけてあるかもわかんないっていうんでしょ？そうです。だから安倍さんの任期っていうのは、再来年まであるわけでしょ？はい。だからこれは、可能性あるよね。来季、中日の優勝、そして安倍、安倍内閣何かが起きるかもしれない。可能性あるよね。だからそれをこの記事見たら、政治家が中日を潰しに来るかもわかんない。そう。危ない危ない。そんなことはないでしょう、ね。まあそんなことはないよね。ないと思います。うん、じゃあこれは。でも、うん。都市伝説とすれば、あり得るね。十分に。十分にあるね。あり得ますよ、ね。でも安倍さんってさ、俺山口県出身なんだよね。そうですね。うん、で、郷土のこう先輩とすればさ、やっぱ誇りなんだよ。総理大臣が山口県多いという。ね、で、現職もそうでしょ。山口県出身の人でしょ。いや、だから、変わってほしくはないけどね。うん、でも、中日移管によっては分かんないという。そうですね。これ結構確率が高いもんね。9度のリーグ優勝のうちに8度ですから、これはほぼほぼ10割バッターに近いですからね。なあ。はい。これはちょっと、来シーズン、うん、そしてその先のシーズン、中日の優勝、そして中日のその順位というものをね、しっかり見ていきたいですね。そうだな。はい。続いての都市伝説です。はい、竜の先発隠し伝説、うん。竜の先発隠し、これは心霊現象などよりも怖いのは実は人だったという都市伝説なんですが、予告先発が導入される前の中日を担当した広島のスコアラーの証言ということで、先発投手全員が同じ動き、全く同じ調整をしていて、中日の翌日の先発が一体誰なのかが分からなかったという、こういう都市伝説なんですが、それはどうなんですか？いや、もうこれはね、いろいろあったよ、はい、うちのチームでもあったもん。やっぱね、今は、予告先発じゃない、はい。昔は予想先発だったから、やっぱミーティングするのに、誰が先発してくるかっていうのは確固たるものが欲しかったわけ。で、それをピンポイントでミーティングできるじゃない。はい、分かんなかったらミーティングにならないんだよね。そうですね。みたいな。これが来たのっていう意表をつく先発もあったし、昔は。だから、昔簡単に言えば、遠藤さんと明夫さんの、斉藤明夫さんのユニフォームを変えて、練習させてたからね。あれ今日遠藤じゃないのみたいな。要はこう、人を入れ替えちゃう、すり替えちゃう。のユニフォーム変えてね。はぁ。だ別にユニフォーム変えて練習するなんか全然ありじゃない。いいですよね。だから誰かわからないと。で、俺らもバッターとして、今日誰みたいな。右左みたいな。わからない。わからない時あった。だから隠してたよ。それを、こう、なんていうの、グランドキーパーの子、はい、バイトの子に、
ブルペンでピッチング練習すると、その日は先発絶対ないわけじゃない、だからちょっと誰が投げてるか見てこいとか、偵察に行かせて、ちょっとグラウンド整備するふりをしてね、で行って誰が投げてた、いやまあ例えば広島だったら北別府さんとか投げてます、あじゃあ北別府さんはないと、消去法でなくしていくわけですね。そうそう、でもそういう動きをしながらね、バレるといけないから、それでも試合中に試合のメンバーに入れといてピッチング練習をさせるとか、そのぐらいやっぱ先発ピッチャーっていうのは隠してたんだよ昔。そうなんですね、じゃないとやっぱ分かってしまうとデータが揃うということがある、煙に巻くとデータを揃えるのも、もういっぱいな作業になるわけよ。確かにそう言ってますね。一体誰が投げるのか確信が持てない、そして失敗できないために常に右投手左投手を準備していた、で単純計算で2倍の時間がかかるから大変、これは逆に言うとミーティングで2人説明しないといけないから、説明できる時間もそれぞれが半分の時間になってしまうということで、やっぱりその分労力も使うということですね。使うんだ、時間もなくなるんだ。だからそういう意味では今もう簡単だよね、はい、だから俺らもその先発ピッチャーからヒットを打って盗塁しなきゃいけないっていうのがあったじゃない、おそらく癖とかもあらかじめもう確認するんだよね、前の癖と前回投げた他のチームでね、同じところが出てるかとか、はい、あ出てる出てるこれ使えるなとか、じゃないともう変えられるとさ、違う予想が外れちゃうともう大変なパニックになるわけよ。そうですね、昔の野球はね、ただその面白みというものもやったね、たね、だっていっぱい飲みながらさ、明日、まあ、例えば太陽巨人戦だったら誰と誰が先発すると思うみたいな、はい、もうそんなんでいっぱい飲めた時代だったからね。そうですね、みんなそして監督になっていやこれがあれだって言いながら飲んでた、っていう時代ですね、だからみんな同じ動きをさせたっていうのも、まあ一つの煙に巻くね、はい、作戦があったよ、これはあった、この都市伝説は事実ということが認定されました、3つ目の都市伝説です。高橋義彦夜もバットが絶好調都市伝説広島カープでかつて不動の1番バッターとしてチームを牽引したのが高橋義彦氏ということで、カラスが鳴かない日はあっても義彦がバットを1000回振らない日はないというほど猛練習を重ねる選手でした。そんな高橋氏、遠征の時も練習は欠かさなかったということで、ホテルに戻っても必ずバットを振ってから寝ないと安心できない、中毒症状ですと話していたそうなんですが、実は、当時の広島、東京遠征の際に品川に宿舎があったそうなんですが、独身だった高橋選手は品川からほど近いマンションに住む彼女がおり、夜中によく抜け出してその際もバットを担いで走って向かっていたということで、さらにその女性宅でも必ずバットを振っていたということで、どっちのバットか、両方のバットですね、まずバットを振った後その後またバット練習こと欠かさないという、だから強靭な肉体ができるから、まあ、結局バットを振りまくってたっていうことなんだよね。そうでしょうね、ただ練習熱心な方なんです、いやいやこれがさ、よしこさんってものすごい俺大好きな人で、まあ、人間的にもすごく素敵な人でね、練習ももうとにかく豊か練習だぞ練習だぞって教えてくれたの、はい、先にプロ入れしてるし、結果も出てたから、それで雨天練習所ってもうほんと汚い大野っていうところにあったのね、はい、広島のそこ行ってさ、一発目じゃあ投げマシン動かしてって言ったらめちゃくちゃ至近距離でめちゃくちゃ速いんだよ、はい、こんな打てねえよとか言ったの、そしたら教えてくれた、これを吉彦さんは毎日打ってる、すごいなと思って、じゃあそのままにしてって打ったけど、はい、とてもじゃないけど慣れなかった、でもこんなのね、宿舎からバット持ってね行ったなんて吉彦さんにね、言ったらバカ野郎こんなあまだ甘いよって、まだ甘いよ、俺が聞いた話ではポルシェ乗ってたんだよ、赤いかっこいいですね、
試合終わって練習終わってその後、そっから名古屋まで彼女に会いに行ったからね。広島から車で真っ赤なポルシェ。それでお前帰ってくるんだから。なんということでしょう。だけどそれ言ったら聞いたらバカ野郎大阪だよって言ってんのかいみたいな場所は近い、場所は違えど距離的に結局行ってんだって。1時間違うわ。まあ、そこかいって突っ込みたくもない、うん。でもよく行きましたねって。はい、愛だろ、みたいな。はあ、すごい。いや、素敵な人なんだよ、すごく。そうです。だから情熱のある人。そうですね。うん、だから、仕事に対しても、うん、プライベートでも、そうそう。常に 100% で行かれる方だ、うん。だから、なんていうの、何でも情熱をかけるというかさ、練習でも絶対、行くから、その練習を省いていくんじゃなくて、練習終わってから行くからね。ズルはしないということですね。もうスタミナすごいよね。どこでそんなスタミナを、そこでまた日中は練習して、夜はまた試合で。この検証はね、俺、吉彦さんに、1週間前に電話したの。あ、そうですか。吉彦さん、出てくださいと。はい。台湾におったの。台湾どう、あら。台湾でバット振ってたんだよ。台湾でやっぱバット担いで。わかんないけど、いや、ちょうどプレミアの時かな。だから見に行ってたのかもわかんないし。そうですね。うん。で、なんか、今、博多在住なんだよね。あ、そうなんだ。だから東京出た時に、連絡くださいとか言って、出てくださいよって言ったら、はい、おー、わかったわかったって言うから、この検証は、ぜひ、本人に聞いてみたいと思う。そうですね、うん、この夜もバットが絶好調都市伝説、これはぜひご本人に出演していただいて。バカ野郎、バットだけじゃねえぞって言いそうだけどね。何を振ってたんですか。わかんないけど、それはぜひ呼んで、そうですね、話をしたいと思います。さあ、まだまだ皆さんからの野球にまつわる都市伝説募集しております。こんな都市伝説があるよというものがありましたら、ぜひコメント欄に書いていただければ幸いでございます。高木豊氏が一つ一つ、そのシーンを検証してまいりたいと思います。本日は渋谷で知らない人はいないラッパー高木豊氏に来ていただきました。ありがとうございました。